白いソアラは1980年代頃から若者を中心に語り継がれている都市伝説の一種。群馬県の国道沿いにある中古車販売店に白いソアラが数万円という破格の安値で展示されていた。有名な高級クーペであるソアラがこの価格で手に入るとなれば当然誰かが買って行きその車は早々と店先から消えた。しかし後日、 同じ白いソアラが再び中古車販売店にやはり数万円の安価で展示されているのだ。実はこの車に乗ったものは皆同じように運転中、事故によって首を切断され無残な姿で死亡していた。そしてその白いソアラは再び売りに出され、今もどこかの店先で次の主人を待ち続けているのだという、比較的有名な都市伝説だが、羊に関してははっきりしていない。 一説にはアメリカなど海外で一時期流行した呪われたポルシェと呼ばれる都市伝説が変化したものではないかというものがある。ちなみにソアラの生産開始は1981年からである。舞台についてはなぜか群馬県の国道沿いとして語られることが多い。また話の中でこのソアラはもともと暴走族の青年の所有者でふざけて 箱乗りをしていたところ、道路標識に激突し首を切断されてしまったという注釈が加えられることがある。類似の都市伝説に首チョンパソアラと呼ばれる話がある。スーパーホワイトに塗装者の例都市伝説以外の白いソアラとして、ハイソカーブームにおけるホワイトシンドロームという現象がある。これは従来の車体色の白とは正確には微妙なクリームホワイトだったが、 より純白に近いボディカラーが実用化されたことによって起こった一連のブームと、その代名詞とも言える車種がソアラだったことによるもの。1981年にトヨタ自動車が初代を発売し、スーパーホワイトを採用。1983年には、スーパーホワイト2に進化し純白度、光沢度が増し、さらに2代目の1986年デビューのモデルで、 最終的に、スーパーホワイト3まで進化した。なお、兄弟車の A70 系スープラでは、純白度、光沢度を極限にまで高めた、スーパーホワイト4まで進化した。当時の S120 から130系クラウン、1070から80系、マーク2、チェーサー、クレスタ等にも採用され、新車は白ばかり在庫し、白ばかり売れた時代、下取りも白なら2割増しなどと言われ、 営業マンも白なら即納と進めた。実はトヨタ自動車における販売上の作戦であった。白なら納車準備も納食系に比べ早く、制裁計画も白ばかり大量生産でき、生産から在庫から販売までの高い効率化を狙った。ちなみにスーパーホワイト2は2010年代現在もトヨタ社におけるソリッドホワイトの定番色であり、2019年、 現在も同社の一部車種に設定されている。ありがとうございます。